次 NT です。 NT は戦略的な役割バリエーションだと。ストラテジックルールバリアンス。合理主義者はレーショナルズですね。戦略的な知識を共通して持っているが、戦略的な操作の選択肢によって大きく異なると。戦略の2つの側面が最初の区分を示しており、一方はことを実行する順序、つまり操作の調整に関連し、他方は事物の組織、つまりエンジニアリングの操作に関連していると。ことを実行する順序、つまり操作の調整と事物の組織がエンジニアリングなんだと。したがって上と下の話ですよね、はい、合理主義者は自然と彼らの心を調整役またはエンジニアの役割を習得することに向け、はい、これによりフィールドマーシャル、はい、これフィールドマーシャルって調べると軍隊の組織のリーダーシップを取る、はい、交換みたいなことが書いてありました、うん、フィールドマーシャル、これが ENTJ ですね、はい、でマスターマインド INTJ、はい、インベンター ENTP、 アーキテクト INTP の役割バリエントに分けることができます、はい、というところでこの図ですね。でまずストラテジックルールズバリアンツ、戦略的役割があってシステムの操作、はい、というのが大きな島です、はい、システムの人たちがあって、うんうん、上の島はコーディネーターだと、はい、まとめ役、うん、調整者、うん、調整役で、この人たちはアレンジング整え調整整頓して配列するんだと、うん、で一番上にあるのがフィールドマーシャル ENTJ、はい、で、モビライジング結集せよと、はい、集まれと、うん、我のもとに。そういう感じでもなさそうですけどね。あ、そっか、はい、F が出ちゃいました。 ENFJ が出、はい、ENFP が出ちゃいましたね、はいはい、すいません。でその同じ島で内向的だと、はい、ENTJ は新しいことをでマスターマインドを調べると、はい、新しいことを作り出す黒幕ともあって、はい、黒幕、はい、ぽいですよね。後ろから、はいはい、背景で操る、はい、でここで結ばりつくのがインテイリングと読み、これは必然的に伴う必要とするとあったので、はい、やっぱりこのなんかカチッとした感じはありますね、はい、で下の島に行きますと、まず下の島の大きな括りとしてはエンジニアだと、はい、エンジニア、これは技師技術者とあって、はい、結ばりつくのがコンストラクチャー、コンストラクティング、はい、組み立てる建設だと、うんうん、まあ、要は組織っていう、ここが組織っていうことですね。組織、組織っていうかものじゃないですか。テクノロジーじゃないですか。上は上が組織っぽいじゃないですか。だから陸軍元帥とか、あ、こう組織を作っていくみたいな。でもまあ先の説明では、はい、ことを実行する順序、つまり操作の調整に関連する人たちが上、はいはい、で下が事物の組織、つまりエンジニアリングの操作。なんか事物、物とかそういうことじゃないですか。の操作っていうことですね、はい、操作と調整だと、はい、なるほど。ENTP がインベンター、はい、最初に何かを考えつく人、うんうん、発明者、はい、で結ぶのがディビジング工夫だと、うん、で下 INTP が、アーキテクト、はい、設計企画、はい、で結ぶのが、あ、これコピペミスだな、俺の同じのが書いてありますね、はい、すいません、ちょっとこれも後で調べておきます。考察、そうですね、はい、あ、考察する案を出すと書いてあるので、はい、ちょっと英語のミスなんですが、はいはい、まあ、英語は何が来てるかが分からないですけど、申し訳ございません、はいはい、でこの戦略的な調整役とあって、まずこれはなんで上の島ですね、うん、コーディネーター、これは決断が早くスケジュールを立てることに熱心な合理主義者は調整の役の
役割を引き受けることを喜ぶと。調整役は特定の時と場所で誰が何をするかを決定し、この役割には指導的な性格が必要ですと。調整役は成熟するにつれて指導力を着実に高め、他の人々が容易かつ快適に命令し従われることを期待すると。実際調整役は自分の指示に対する抵抗に驚かれることがある。なぜなら他の人々が何をすべきかわからないため、おそらく目標が深くて不明確または存在しないと考え、進むための戦略がないようです。したがって調整役の観点からは、ほとんどの人々が方向が必要である、いやディレクションが必要であると思い、同じことを繰り返していると考える。なんでこれすみません、ちょっと直訳的なので、はい、なんで、まあ、他のタイプの人は、はい、なんかどういうふうにした方がいいっていう答えを明確に持ってないって思ってる、はい、思ってるので、この人たちはやらねばと思ってる。この人たちはだから自分の頭の中にこういうふうにした方がいいっていうのを熱心にこう教えたりするって感じじゃないですか、はい、指導的フィールドマーシャル ENTJ ですね、うん、は指揮系統と軍の動員を可能にする整然とした階層を組織すると。彼らの戦役では表現豊かでエネルギッシュな調整役は、利用可能な人間の能力と物資の資源を巧みに取り入れ、ナポレオンがヨーロッパで20年間の戦役を行ったような複雑な戦略を実行します、うん、ナポレオンなんですね、はい、また、ま、どこかの戦争での焦土作戦やノルマンディ上陸など、はい、そういった戦場でも全て ESTJ がうまくやったと、はい、うんうん、私は急いで補足するが、軍事的な戦役は最も広まっているものですが、それらが唯一組織された作戦形式ではありませんと。もちろんこれはそういった軍でうまく機能するやり方っていうのは、はい、教育、うん、商業、政治、うん、どの場でも成功を収めるためには、はい、階層を作って、うん、それがうまく動くように組織しなければならず、うん、それが効率的であればあるほど成功の可能性が高いんだと、うんうん、なんで全てそれは戦争でうまくいった形が、はい、そういった横展開されているよって、はい、まあ、同じことって感じですよね。そういうことなんですよね。戦争も、はい、なんかまあ会社もみたいな、そうです、ね、似たようなもんだっていう。そうですね、まあ、ランチェスターとかも戦争の理論ですもんね。そうですね、はい、そこからですね、はい、でイオンっていう大きなのがドーンって攻めてくると、はい、うん、衝動作戦によって商店街が潰れるっていう話ですね、はい、でもまあ弱者の戦略もありますからね、ランチェスター的には。確かに、はい、あれ面白いですよね、潰れない店舗もあるっていう。そうですよね、はいはい、顧客を見極め、はい、そこを取り込む、はいはい、でマスターマインド、はい、これ INTJ ですね。マスターマインドは物事を一貫した包括的な順序で配置し、つまり各アイテムが次のアイテムを必要な前提条件または結果として含む効率的なスケジュールを立てることによって操作を調整しますと。さらにマスターマインドはスケジュールを守るための非常事態計画を立てますと。計画 A が危険にさらされたり中止されたりした場合、計画 B に切り替えますと。それでもうまくいかない場合は C に切り替えます。これらの静かで控えめな調整役はほぼ全ての問題を予測し、最初の操作に降りかかる運命を避ける可能性がある代替案を生成できる能力を持っており、しばしば裏で動いています、はい、そして進行し、マスターマインド INTJ は明確に定義された目標に到達するための代替手段と方法のフローチャートで目標を終了しますと、はい、裏でって感じですね。
自分が前に出ていってっていうよりも、はい、これこういう風にやったらうまくいくのねみたいなのを全部こう考えてて、それってこうなったらどうするのって言ったらその案も考えてます。 B があります。だからもう必然的に従うしかないみたいな、あーじゃあそれしようみたいな。これはもう、はい、チャンピオンから言わせてもらうと、はい、まあ、苦手なところは任した方がいいですよね、はい、適材適所ですね。適材適所じゃないですか、はいはい、僕無理ですもん。そういうのを全部考えてやりたいって話ですよね。だから誰が突っ込んできても、はい、あそれはこの案がありますみたいな。あかっこいいな、はい、でもこれつかむつかまないで言うと、はい、何て言うんだろう、やっぱり行動で見るとね、はい、僕これつかみたいんですよ、はい、できればね、はい、でもつかめないなってもう分かるじゃないですか。それはまあ結局つかみたくないわけじゃないですか。体調から言うとそう、その、まあ、何かってこう結局それを掴もうとすると、はい、綿密に計画立てなきゃいけないんですよ。そんなのめんどくさいってなるわけじゃないですか。めんどくせえ、はい、だから結局掴みたく、掴もう、なんか理想的には掴みたいけど、はい、その苦労をしてまで掴みたいかというとそうじゃないみたいな、うん、そうところじゃないですか、はいはい、僕はキャンプもやりたいんですよ、はいはい、っていうところだとは思います。やっぱね、はい、うちらはカーシーで行きましょうか。カーシーで行きましょうか。カーシーの人、カーシーだなって思いました。はい、はい